それではセルフコンフィデンスインアダプテイビリティ、この自信の部分のところで言うところの順応性の高い性格の説明です。アーティスト気質の人は自分の芸術性を誇りに思い大胆さを尊重するかもしれませんが、自身の基盤は状況の変化に自発的に順応し、その瞬間に行動を変え形作る能力に置いています。先に述べたようにパラケルススはこのタイプを外見を周囲の環境に融合させることができる伝説上の生き物サラマンダーに導かれると見ていた。確かにあらゆるスタイルの中でアーティストたちが最も迅速かつ柔軟に変化する環境に適応できるんですと。これがなぜアーティザンが危機時にうまく機能するかの理由です。新しい状況は新しい行動を欲求し、以前の約束は残念ながら放棄されなければなりません。今日は今日であり、昨日の計画はより緊急な欲求に屈する必要がありますと。 SP アーティザンは堅苦しい事前に確立された法律や SP 自体の規則 NF 理想主義者が言う倫理的な概念、または NT 論理思考者の論理の法則に縛られることを嫌いますと。 SP はしばらくの間低姿勢で船を揺らさずにこれらの慣習に従うことがありますが、危機が発生すると急に行動に移ります。もちろんアーティザンが常に危機に対処できるわけではありません。彼らは誰もがそうであるように成功と失敗を経験します。おそらく多くの人よりも経験を積んでいます。しかし勝っても負けても彼らは常に適応力がありしなやかであり、揺れに乗りながらも足で着地する能力があります。これにより他のタイプでは永遠に動けなくなるような逆境を乗り越えて生き抜くことができます。ウィンストン・チャーチルの非凡な母であるジェニー・チャーチルはこれを生きるための適応の才能を示したと。彼女は SP アーティザンでも珍しい活気にあふれた生活を送り、ラルフ・マーティンが彼女の生活の低い時期を描写した際、そのスタイルを捉えました。引用ですね。ジェニーにとって1895年は厳しいもので始まった。長引く病気の後、彼女の夫は梅毒で狂って亡くなった。数週間前には彼女の愛人も待つことができなくなり、他の人と結婚してしまった。彼女の息子たち、ウィンストンやジャックはどちらも彼女のすべての注意を必要とする問題を抱えていた。肉体的にも感情的にも彼女は疲れ果てていた。だからこそジェニーは彼女を最も愛してくれた男が今や他の誰かと結婚し、ほとんどお金がなく自分の家もない状況でも、その彼女の内面と資源と回復力はすぐに彼女の人生に興奮と活力をもたらした。彼女の友人であるカーソン夫人は彼女に宛てた手紙で、あなたは波の頂上に住んでいる唯一の人物ですと述べましたというところで締められます。はい、波の上で生きてるって話ですね。そこが好きだと、はい、いうふうに理解しました。まあ、自由にって話じゃないですか。言うことを聞くこともできるよと。普段は聞いてるよって話じゃないですか。しいて、まあ、はい、聞いてるんでしょうね。はい、はい、波風立たないように、はい、立った瞬間にいなくなるけどって、はい、そんな感じじゃないですか。そんな感じですね。はい、という SP どうでした。はい、どうっていうと、急に今ちょっと番組っぽくやりましたけど。はい、まあ SP かなとは思いますけどね、僕は。というところですね。はい、というところで浜さんがね、私がリスクを取りがちな原因はADHD が原因なのか、はい、SP タイプがなのかどっちかな、ん、はい、私がリスクを取りがちな原因は、はい、ADHD が原因なのか SP タイプの気質が原因なのかどっちかなって聞いてたんだよっていう話ですね。はい、さっきのはるかさんが、ADHD は衝動性が強いのでリスクを考える前に飛びついてしまう感、そんなイメージですね。衝動的に行動しちゃうって話ですよね。結果リスクを取ってるって話じゃないですか、 ADHD だとするとっていう認識ですけど、
その ADHD の専門家でも何でもないのではい、僕もこの辺どうやって触れていいのかがわからないので、はい、はい、すいません。注意欠陥多動症でしたっけ ADHD。 あのちょっとハイな方が ADHD で、はい、ダウナーな方が ASD っていう理解でいます。はい、はい、間違ってたらすいません。はい、あ、エニアグラムタイプ7とか4も ADHD 的だと言いますもんねと、うん、なるほど、はい、はい、